全身を揃えて意から始まる。うわ気持ち悪い私たちがうるさいんじゃなくてみんなの声が小さい今飛行機にいるんですが、見てください、こんなにガラガラなんです。今回はオーストラリアに行っていろいろな Vlog を撮ってシェアしようと思います。それでは行きましょう。はい、今なんとオーストラリアのシドニーに来てます。で、今からコースの生徒さんとあと私の友達とみんなでミートアップをしに行きます。めっちゃ楽しみ。はい、私の親友のマリーでーす。こんにちは、マリーでーす。はい、今からどこに行きますか。今からこっちじゃない、こっちだ。今から中野ダーリンっていう日本の居酒屋に行きます。なんかすごいさ、栄えてるね。そう、ここなんか日本みたいなの。ちょっと見せたい見せたい。はい、これ見て、ここも日本みたいなお店があるの。へえ、これ何、なんていう場所。シドニーのここはダーリンハーバー。ダーリンハーバーだそうです。で、どんなレストランに行きますか。日本の居酒屋みたいな、うん、日本の居酒屋みたい、日本の居酒屋が再現されたお店、うん、OK 再現され忠実めっちゃ忠実、めっちゃ忠実。いいねいいね。ここお行きましょう。めっちゃ忠実。今レストランに入ってきてみんなを待ってます。これからみんなが来るのを楽しみにちょっとここでドキドキしていたいと思いますはい、見て、お揃い、全身お揃いイエーイイエーイはじめまして。はじめまして。It's Saika! It feels like I'm always so used to looking at you on the screen. I know, right? She is constantly real, bro. はい、みんな集まってくれました。ミートアップでーす。イエーイ、来てくれてありがとうございます。はい、じゃあ乾杯。意から始まるリズムに合わせて Team Me。 佐藤佐藤佐藤 Team 4 Team 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 Mari 1 Mari Rai 2 Rai Rai That was my fault. はい、居酒屋出て今みんなでアイスクリーム食べます。いただきます。いただきます。My favorite ice cream. シェアしてまーす。これティラミスと、これ何？え、上は何？上はホワイトチョコレートヘーゼルナッツ。いただきまーす。あ、いいよね。ティラミス美味しい。ティラミス美味しい。下がティラミス。ティラミスいただきまーす。うん？美味しいね。めっちゃ美味しい。今からどこ行きますか。今からマンリービーチに行きます、ね、オペラハウスとハーバーブリッジが見えます。あそこ前登ったんだっけ。そう、ハーバーブリッジの上に登るツアーがあって、あ、この旗があるでしょ、うんうん、あ、こうこう旗までこう行って旗のとここう渡ってこう帰ってくるこう行ってこう行って、あ、反対側行くんじゃない。あ、じゃないじゃない、半分真ん中行って反対に行ってこっち。あー、なるほどね。そう、私絶対高所恐怖症だから無理。フェリー降りたんですけどピーをするとこなくて今から聞きに行きます。電車とか乗るときはピーして入ってピーして出ていくんですけど、フェリーは出るときにピーしなくていいらしい。あれかね、行きでも行きのピーで決まってるからじゃない、金額が。あー、そっかそっか、行き先が決まってるからか。そうだ。アイス、オーストラリアで気づいたのはアイス食べながら歩いてる人が多い。どこ行っても誰か絶対アイスを食べながら歩いてるここからちょっと歩くと、うん、マンリービーチに着くの。あ、なるほどね。で、本当にアイスの店多いな。確かに、あったかいね今日は。本当いい天気、ずっと晴れててほしい。旅行中マンリービーチに来ました。じゃじゃーん。
まだちょっと寒いので入れないよね。はい、でも入ってる人いっぱいいるよ。あ、今日でも入っちゃダメなんだ。ほら、あ、入っちゃダメっていう日があるんだ。うん、あれ書いてないそうやって見えないけど。そうだね、書いてあるね。ここどこですか？これはマンリーにあるギリシャ料理のお店です。カッチーって読むのかな。読み方わからないので誰か教えてください。私が好きなのはこれ、スピットミートアンドグリークサラダ。チキンかポークかラムか選べるの。私はラムが好き。あ、そうなんだ。そう、このラップは美味しいらしいよこれ。あ、そうなんだ、うん、キャプチカン、キャプチカン。発音がわからない。日本のさ、苦いピーマンとは違う。うん、普通のピーマン、ほら。あ、ピーマン、ほら、見て、キャプチカン。へぇー、レッドペッパーだと思ってた。ピーマンです、日本語は。来ました。じゃあこれで取ろうと思って。これなんだっけ。じゃあ、ラムでミー、スピスピでミー。これラム肉とサラダ。これはチーズサガナキパジーフライズ。おいしそう。いただきます。なんかいつもよりピースが大きい。あ、ほんと。いただきます。おいしい。いただきます。サラダおいしい。お肉も、うん、おいしくない。うん、うん、でしょ、うん、全然臭みないね。しかも結構お手頃なの、その他のお店とかに比べて。うわ、気持ち悪い。フェリーでマンリービーチから帰ってるんですけど、船の揺れがすごくて気持ち悪い。あ、後ろ行く？移動します。え、ここも揺れる。あ、全然外のがいいね。すごい、全然テンション違うやつ。君を守ってやるよと髪に誓った夜なのに、弱気な朝と裏腹なのに体がついてる。だから好きだと言って天使になって。全然気持ち悪くない。学んだ学んだ。全然気持ち悪くない。空気かな。ライド行ってきました。どうだった？めっちゃ楽しい。もうびっちょびちょ、もうびしょ濡れ。びしょびしょ。なんかカッパ着てたから今こうあんまわかんない。マリわかるね。見て、まあ、めっちゃ濡れてる。めっちゃ濡れてる。髪もほら、すごいすごいね。すごいんだ。本当だ本当だ。私もめっちゃ濡れてるわ。そう、写真もこんな感じです。じゃっじゃん。結構濡れたので今から日向ぼっこして乾かす。今日夜ご飯何食べようね。あったかいもの。あったかいもの。あったかいコーヒー買って。どこ？芝生？芝生、あっちの上とか行く。あ、そうだね。生着替えをしているマリさんです。気にしてなさそうだから映します。タララララララ。あー、すっきり。タララ。シドニーに来て気づいたんだけど私は声がでかい。なんかみんな声ちっちゃいよね、うん、え、それね、思うよ。なんかみんな声ちっちゃいかもしれん。私たちがうるさいんじゃなくてみんなの声が小さい。あ、でも乾いてきた、すごいね。いや、乾いてきたんじゃなくてさ、今着替えたから濡れてる範囲が少なくなって、感じる範囲が少なくなったからじゃなくて、なんかいきなり着替えた瞬間乾いてきた。いや、そりゃ脱いだからな。脱いだからそりゃウェット感ないわ。確かに。でも本当にビデオ見てびっくりした。いやー、うちら本当にうるさかっただろうね。だからさ、おじちゃんも言ったんだろうね。なんて言ってたっけ。 You guys having fun? って言われて、うん、Yeah って言ったら Yeah, sound like って言ってた。でもさ、日本人って静かって言われてるじゃん。耳に水が入った。やめて、ね、やめて。怖い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 。抜けた。シャワー浴びないと無理だ。変な目で見られてる。マジで楽しかった、ね、でもさ、
30分じゃん、うん、私予約するときさ、道かとか思ったの。行ってみたらあれ30分だよね。なんか途中からもう結構疲れてたよね。あ、そう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 、あ、だから30分で設定してあるんだって分かった。すごい楽しかった。おすすめ、おすすめ5点。待って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 欲しい欲しい5点。ピンポンパンポーン星5点とは言いません。星5つとか言うんですけど、星5点は言いません。10点満点とかだと、満点はフォースコアだから10点満点、10out of 10。 でもいきなり5点って言ったら低いのか高いのか分かりません。アイスかコーヒーかどっちがいい。待って、温まるんじゃなかったっけ。そうだ海水で濡れるとこんなにゴワゴワになるんだ。でも私の髪はバリバリ。もっとダメージとはバリバリ。はい、今日の夜ご飯はタイ料理でトムヤムヌードルとグリーンカレーも食べてますね。あとサラダがまだ来てない。来てない。熱っ、辛くて熱くなってきた。おいしいおいしい。の友達が辛い。大丈夫？ここがなんかじわじわしてくる。ここが今日どうだった？今日楽しかった。でもすごい疲れた。あのジェットボート、あそこで全ての体力を使い切った。疲れた。今日は食べて早く帰って明日に備える。そうだね、明日に備えよう。体力勝負だから。そうだね、旅行機だ。今日はこの辛いタイ料理を食べてホテルに帰って明日に備えて寝ます。では